じゃあまずは沸騰倒立をちょっと見ていきたいなと思います。じゃあまずいつも通りやってみて。最初膝曲げていくやつ。これがねくるくる回れると下の勢いが。これをいっぱい回るのが第一ステップ。もう一回やってみようか、はい、回る時のポイントはしっかり棒を押すことと、つま先はあんまりこう乗りすぎないようになるべくこうつま先だけで遠くにこう回るイメージ。はい、できないからね、まだ2回目なんで。じゃあ次は顎をもっと上がるときにちょっとこうやって上がっちゃうから、ずっとこう下のときもこう上がるときもこうでもいいから。そうおー、下がる。締めるとか意識できてる？はい。膝曲げて、1、2で、ここです。ここね、ここ開かない。ベロリンチョ。ベロリンチョです。回れるようになることと、それができたら膝曲げて1、2、スパン、フット倒立で、それができたらフット倒立、フット倒立、フット倒立。 OK? はい、OK、はい、です。じゃあ次は倒立の姿勢やりたいと思います。プリンちゃんおいで。フット倒立はちょっとまだねできなかったけど、倒立の姿勢はプリンちゃんも一緒にやります。あれ恥ずかしい。一緒にできる？やってみようかね。じゃあ一緒にやります。でまず台を用意して、ここに手をつま先をちょっと立てて、ちょっと足を開いてみたら、でこの台を
ギューって落ちたなと思ったら、このつま先をちょっと離す。これで10秒ぐらい。この時にお尻とか太ももとか全部力入れて、OK、はい、近いなもうじゃあ無理じゃん。つま先こう、膝伸ばす、押す、押せたなと思ったらつま先伸ばす。そう、1、2、3、4、5、いくら入ってるかな、7、8、9で、はいよ。しんどい、結構しんどい、しんどい、しんどくない。次は倒立バー、倒立バー、まあ、棒でもいいんですけど、これを持って、これをギュッと遠くに押しながら、さっき2人でやった姿勢まで持っていく。で、そこからギュッと押しながら戻っていく。いい。これは棒は肩幅ぐらい。これだとちょっと私はちょっと短いかなって感じはするんですけど、自分の肩幅ぐらいの長さでやったらいいと思います。押しながら押しながら押しながら、そう、てっぺんに来た時にもっとギューって押そう。押しながら戻そう戻そう、頭入れな頭入れな、押しながら下まで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 、力入れながら下まで、続かないかな、はーい。じゃあ次はここに足を置いてしっかりまっすぐ、まっすぐの姿勢を保っ、そっから補助してこれで倒立に上げていくから、これでならないようにしっかり体締めていきます。あ、でも難しいかな。あ、プリちゃんからやる、いいよ。足を置いてこう手でついて、そう、足閉じて力入れる。お、すごい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 、お手手とお手手の間見て、押して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 、よーし、いいじゃん。いいじゃん、できたじゃん。次お姉ちゃんやるから、もうちょっとね、締めて押して、こんな感じです。一通り倒立の姿勢作りの練習です。これができたら綺麗な倒立が、いっぱい練習したら綺麗な倒立ができるようになります。こんな感じでグッドの練習と倒立の姿勢をちょっとやってみたんですけど、どうでしたか？教え方がすごく、分かりやすくて本当に。これから意識してやってみたいと思います。あ、意識して頑張ってください。どうでしたか？楽しかったですか？はい。